地味な画面が続いているので、先にキャラクターの色を塗ってしまいましょう。今まではブラシ系のツールを中心に使ってきましたが、クリップスタジオペイントは塗りつぶしや選択範囲も得意です。
漫画の絵のように主線のはっきりしたイラストは作例のようなマスクを利用して色を塗り分ける方法が適していますが、使用するブラシや機能が違えば全く別の仕上がりのイラストになります。さて次回はまだ手をつけていない3コマ目の背景を仕上げていきます。フリップスタジオペイントには背景描画の役に立つ機能もたくさんあります。